今沖縄で何が起きているのかということを知るにはインターネット上で調べるしかありませんが、ぜひ松本の市民の皆さんにも沖縄で今何が起きているかということについてぜひ関心を持っていただきたい、そのことをお訴えしたいというふうに思いまして、本日はこの松本駅アルプス口西口から社民党の県会議員でございます私中川博司がお訴えをさせていただいております。今沖縄県では辺野古への新基地建設反対の大きな県民運動が続いています。昨日は名護市キャンプショア部に5000人の県民の皆さんが集まり、新基地建設反対の集会を行い、その午前中にはその指導をしてきた平和運動センターの山城議長がアメリカ軍に捕まる、そして沖縄県警に引き渡されるという事件がありました。一体この国の主権は誰にあるのか、一体この国の主権はアメリカにあるのか、そんなような危惧さえ思わざるを得ない、そんな事態が沖縄で進んでいます。どうか松本の市民の皆さん、新聞マスコミ上ではほとんど報道されていない沖縄の現状が今ございます。必死の思いで会場にボートを浮かべて基地建設反対の行動をしている人がいます。どうかネット上で探していただいて、今沖縄で何が起きているのかぜひご覧をいただきたいというふうに思います。改めて申し上げますが、先般の11月に行われた沖縄県知事選挙においては普天間基地の移設先としての名護市辺野古への新基地建設は反対だというのが沖縄県民の意思でございました。沖縄のお言葉にぬちどぅ宝、沖縄の言葉にぬちどぅ宝という言葉がございます。命は宝、命こそが最も尊重されるべきことだという意味でございます。本日社民党の県会議員でございます私中川博司でございますが、沖縄の問題についてお訴えをさせていただきました。ぜひ沖縄へも関心を持っていただくこと、心よりお訴えを申し上げます。